こんにちは、カノアです。いつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もありがとうございます。タイトルの並木義和さん最新メッセージ、七夕ワークショップ瀬尾律姫からのメッセージ、ツインレイ、ツインソウルとは、秋分までに人間関係が激変します、についてお話ししていきます。これは続きの動画ですので、前回の動画から見ていただければ分かりやすいかと思いますので、概要欄に貼ってますので、ぜひそちらもご覧ください。では続きになります。瀬尾律姫からのメッセージになります。七夕ワークショップに、参加したんですけれども、その時に今日、なんで瀬尾律姫が来たのかっていうと、人間関係の整理を準備してほしいというメッセージがあったそうなんですね。で、人間関係から、全てがつながっていくということで、お金の流れも、ある人から仕事の依頼があって、それがお金につながってということだったり、病気を患って苦しい時にある人からこんな治療法があるよと聞いて改善したりとかですね、必ず人間関係が関わってくるんですね。で、人間関係がこんがらがっていると、自分が望んでいるものにつながっていけなくなるそうなんですね。で、あなたが、やりたいと思っていることは、この人との出会いが必要だとかいうことがあったりします。で、この人が必要な情報を持っていて、あなたがやりたいということのいろんなものを持っているときに、この人と出会うためには、別の人との、関係性をまず整理していかないと、出会いの流れができないということもあるそうなんですね。で、この人と別れた方がいいと思ってても、恩義があるとかと言って別れないでいると、スペースが空かないので、自分が望んでいることへ導いてくれる人との出会いが起きなくなってくるんですね。で、思い切って人間関係を整理していくのが誰にとっても必要に、なってくるということを瀬尾律姫は言っていたそうなんですね。なかなか人間関係を手放せないのはブロックがあるからなんですね。で、執着とか恩義があるというのは罪悪感だし、こういうものを瀬尾律姫は祓い戸の神なので、ブロックを洗い流してくれるそうなんですね。で、瀬尾律姫は水の女神で、水と関わりを持っています。で、よく龍神さんと一緒に描かれたりするんですけれども、龍神さんは水の性質を持っていて、水の女神とエレメントが一緒なので、龍神さんと瀬尾律姫は一緒に描かれたりするんですけれども、実際つながりも深いそうなんですね。で、瀬尾律姫が使っている眷属さんはカラフルな龍神さんがたくさんいるそうなんですけれども、色によっても龍神の特性があるそうです。で、瀬尾律姫が持っている才能とか資質を具現化したものが、瀬尾律姫が使っているご眷属さん龍神になるそうです。人間関係を良くする方法なんですけれども、それには、自分との関係性を癒していくのが一番大事だということなんですね。で、それは源と自分との関係性を癒していくことにもつながっていきます。どうしても、この人が原因と思ってしまうそうなんですね。で、この人がこうだから、私は平和でいられないとか、この人がこうだから私は、いつまでも悲しみが癒されないとか、全部が全部人のせいになってしまって、これをやっていると人間関係のループから、抜けられないということで、ループから抜けるためには意識を相手ではなく自分に向けることが、大切だそうです。自分との関係性を、いかに良好にしていくかというのを、これさえできれば、他の人間関係はすべてうまくいく、
そうなんですね。で、例えば、あなたを存在に扱う人がいたとして、であなたに対してひどいことを言ってみたり、言葉の暴力をやってきたり、あなたを軽んじたり、その時あなたが理解すべきは、私が私のことを軽んじているんだということに、気がつけるかどうかなんですね。で、それが自分との関係を、癒していくといった、理由で、結局鏡なんですね。現実というのは自分が持っているものを明確に映し出している鏡だということで、鏡の法則というのもありますよね。で、人に軽んじられた時、自分のことを軽んじてないか、存在に扱っていないか、自分に優しくしてあげられているかというように、ちゃんと自分にフォーカスすると、出てくるんですね。いつも私は人の目ばかり気にして、自分の気持ちは後回しで、その人を立てて、その人を立てるのも、その人を大切にするというより、私が嫌われないためとか、嫌なやつと思われないためとか、いろんなものがベースにあったりするんですね。で、ここが癒されてない部分なんですね。ここを変えていかない限り、どこに行っても、夫とか、パートナー、奥さんとかを変えても、常に常に同じことを体験するということで、例えば女性にだらしないとか、お金にだらしないとかいう人がいて、こんな男も捨てて、もっと私を大切にしてくれる人のところに行こうと言って、次に出会いがあっても、最初は分からなかったけど、あれ、お金にだらしないとか、女にだらしないとか、ずっと人を変え、品を変え、状況を変えて、あなたが変わらないと同じことを体験し続けることになります。で、鏡の法則で、例えば目の下にまつげがついてて撮りたいと思ったら、自分で撮るしかないですよね。鏡に映った自分は変えられなくて、元を変えないと変わらないとみんな分かっているんですけれども、人間関係になると、まずは向こうが謝るんでしょうとか、私が謝ることではない向こうでしょうとか、ここで分離が起きてしまっているんですね。こうなると、自分がどうにも扱えないテリトリー以外に置いてしまうということに、気がついていないんですね。で、謝ってほしいなと思ったら、私から謝ろうというふうに、そこで絶対に嫌だとか悔しいとか、私何も悪いことしてないのに、なんで私が謝らないといけないのと言いたくなることがあるんですよね。でも、その時にごめんねと謝れるかどうかなんですね。これは相手のために謝るのではなくて、自分のために謝るっていうことで、ここに意識がちゃんと向けられると、驚くほど、今までだとプライドが許さないと自分から、行動するのができなかったのができるようになるそうなんですね。で、私を癒すためにやるんだとなっていくと、不思議と相手が変わってくるそうです。で、今まで一言もありがとうを言わなかった人が、急にありがとうと言ってきたりするとか。で、これは、自分との関わりを癒していくと起きるそうです。このからくりに気づけると、みんな頭では分かっているんですけれども、これと行動を一致させることは別なので、プライドだったり、できないとか、やってやるもんかというブロックを癒していくと、すると素直にありがとうとか、素直にごめんねと言えるようになるそうです。すると、驚くほど人間関係が変わってくるということで、そうなると全然関係ない八百屋さんとか、スーパーのおじさんとか、通りがかりの人たちもみんな私に優しいと感じられるようになります。でも、あなたがいつも自分を責めていたり、否定したり、こんな自分じゃダメだと言ってみたり、自分に対しての優しさがない状態でいると、みんなが敵のように見えます。本当に通りすがりの人があなたを睨んでいるように見える、そういう現実を映し出すことになります。
なんで睨まれなきゃいけないのとか、人によっては、唾を吐かれたり、なんでと思うんですけれども、そういうことを起こしてあなたの中を変えてくださいと、ハイヤーセルフがサインを送ってくれているのに、それでも気づかないと、自分に意識を向けて変えていかないと、また違う人から唾をかけられたりとか、なじられたりとか、なんで知らない人にこんなことを言われなきゃいけないのよということを移して繰り返し体験することになります。本当は自分にさえ意識を向けて変えることができれば全てうまくいくそうなんですね。とそういうことを理解できればこんなに楽なことはない。でそこが一番落とし穴だったり、東大元暮らしで、気づけなかったりするということでもあるそうです。以上になりますけれども、私も過去、自分を責めていたり、否定したり、こんな自分じゃダメだと思っていたので、通りすがりの人に何か言われたりですとかね、怒鳴られたりとかですね、なんかわかんないけど文句言われたりとかですね、なんかそういえばそういうこと多かったなって思います。今はそういうこともなくなってきて、考えてみれば、自分が自分に優しくすれば、全ての人との関係が調和されて、みんなが自分に優しくしてくれるってなんかすごく、得だなって思いました。自分を甘やかせば周りの人もこう優しくしてくれるっていうのはすごくいいですよね。とにかく頑張りすぎてきた私たちはまずはエネルギーが減ってしまっているので、やっぱり最初に十分に自分に、こう優しくして好きなようにして、自分の要望に応えていくというか、もう寝たい時は寝て食べたい時は食べてとか、自分が今思ったことをこう与えてあげるんですよね、自分に。そうすることでまずはこうエネルギーを戻してあげるというところまで来て、そこからっていうことだと思うので、最初はですね、こんなに、自分のねわがままみたいに思うかもしれないんですけれども、こうそこまで自分のにエネルギーを戻していってあげると、そこからまた頑張れるっていうか、そういう風になれると思うので、まずはそこまでっていうことで、どんどん自分に優しくしてあげて、いければなっていう風に、皆さんもどんどん自分のことを、そうですね、自分の声を聞いてあげて優しくしてあげて、自分の要望に応えてあげるっていうところから、スタートというふうに、されるといいのかなと思います。以上になります。この動画がいいなと思ったら、高評価やチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。では最後までご視聴いただきありがとうございました。